ちは。長谷川劇団ご一行です。1年半ぶりに篠原演芸場に帰ってまいりました、長谷川一馬です。次期花形の長谷川修です。長谷川龍之介です。京師匠です。白羽ノアです。長谷川舞です。プリティ若社長京未来です。どいてくれる、見えないから。総座長愛嬌家でございます。京家京家待ってました。総座長ありがとうございます。1年半ぶりに、篠原演芸場に戻ってきました。1ヶ月短い日数でございますけれども、皆さんに喜んでいただけるように一生懸命頑張ります。今月は17日にうちの長谷川修さん花形昇進記念です。ありがとうございます。頑張ります。ということで、襲名以外にもいろいろなあのイベントを取り揃えて、またゲスト様たちのお力もお借りして、長谷川劇団の魅力を皆さんに丸ごとお届けしたいと思っておりますので、ね、では、皆様のお越しをお待ちいたしております。待ってます。待ってます。会いに来てね。待ってます。お忙しい中にもかかりませんの暑い中、どうぞご来場いただきまして本当にありがとうございます。1年半ぶりお世話になります長谷川劇団、私、ポスターに載ってなくても劇団の座長をいたしております長谷川拓也と申します。最後で、ね、一生懸命頑張ってまいりますので、また、ご専念くださいまして今月いっぱいお付き合いいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日のご来場誠にありがとうございます。私、副座長を務めております長谷川乱之介と申します。千秋楽の最後まで一生懸命頑張りますので、どうご応援のほどよろしくお願いいたします。イアラです。これからも一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。はい、長谷川乱之介です。ぜひ最後まで見ていってください。ありがとうございました。白羽ノアです。演芸場様では初めての公演なので、皆さんに覚えていただけるように、喜んでいただけるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いいたします。はい、まずはまだ16歳で、ね、劇団に入って1年と今日で1ヶ月目が始まりますんでね、はい、まだ16歳、新潟県の出身でございますんでね、一つ甲斐があってやってください。よろしくお願いいたします。奈央ちゃんは昨年の、ね、6月川越公演の時に、ね、ずっと見に来てて、はい、それから未来ちゃんと一緒に舞台に立ちたいということでね、東京の角川ダンススクールっていうところでね、ダンスの方をやっておりましたんでね、舞踊の方もね覚えが良くてね、あのままダンスやって中心で踊ってたんですよ、ダンスも。で、あのままダンス言ってたらよかったのにね、何を間違ったか、うちの劇団に来たんですよ。どっか間違ってないでしょ。人生を間違ったと思うんですよね。新しい状態。はい、大丈夫。大丈夫です。仲良くやってる。はい、あ、よかった。はい、ね、はい、かわいらしいんですよ、白羽ノア、ね、明日からは赤羽ノアとなる。はい、やっぱこう従業にちなんだ方がいいよね。そうです。うわ、赤羽、あの子赤羽の子かってでも、名付けてくださったので、友達を見つけてもらった白羽って、ね、はい、今1年1ヶ月白羽、ね、3年経ったら黒羽になりますので、どんどん出てきます。ならないですね。二十、ね、歳の時にね黒羽になろう。ならない。若田町勝間の弟でございましてね、で、今月で劇団を辞めて、大相撲の方に入りますのでね、ならないですね、後取りにならないので関取りにはなろうと。ね、ルールはね、で妹と弟の、運動会の時は場所取りぐらいはねできるようにね。跡取りになろうと思ってる。なれないじゃないですか。そしたら場所取りぐらいは頑張らんと。え？自分で分かったのよ、それ。理解しております。ケイラちゃんは大きくなったら何になるの？もう特にない。劇団にいるの。はい。あ、そう、ずっと。はい。
誰か好きな役者さんがいるの？はい。誰？四条テルヤさんです。四条テルヤさん大好きなんですよ、テルコがね。もうね、はい、もうケアさんね、証明するんですよ、パソコンで V4 の時電気変えたりね、いろいろするのに、その周りね、四条テルヤのグッズがいっぱい置いてあるんですよ。いざ大衆演劇新時代。今月もね、またあのたくさんね、ゲストさんも見えますんでね、まあ一番ね、17日の柊くんの襲名披露公演でですね、はい、はい、もうドキドキいたしております。なんかね、先月までそうでもなかったんですけどね、もう今月になってくるとね、あーもう襲名披露かと思ったらドキドキするよね、私が襲名するんじゃないんですけどね。もう私たちの時代ね、花形とかね、福田町とかそんなのなかったですからね、もういきなり立つようになったんですけどね、もう本当に私もね、15歳で劇団に入ってね、役者じゃないんでね、親がね、八百屋だったんですよ。でそれで劇団に入って、もう21の時に2代目襲名してね、で25歳で、座長になってね、最初藤仙太郎という芸名でね、それから2代目藤博士、それから木村拓哉を名乗って、ちょっと一つなんか間に変なのが入りました。劇団を建てる3日目まで名乗っとったよ。3日間、3日間だけですか？準備期間の時ね。いや準備期間名乗ってもお客さん誰も知らないですから。知らんでいいです。いやまたね、ほんで襲名披露公演もございますんでね、またね、ぜひともね、応援してほしいと思っておりますんで、よろしくお願い申し上げます。お願いします。中国は今月、花形になります。で、来月は若座長、そして再来月は座長になりますんでね。先般出世ですね。早いですね。早い、そんなわけない。そんなわけないね。はい、ポスターの方はね、もう総座長と若座長とね、未来ちゃんしか載っておりませんね。私と蘭之助は載っておりませんので、見たいなと思うお客さんはね、ポスターの裏ちょっと炙っていただきますと、炙り出して私と蘭之助がふわっと出てくるようになっておりますので。総座長、僕ちょっと出てるんです。え？今度のポスター出てるんです。え、チラシに？いや、チラシには出てないんですよ。うん、うちの劇団のポスターには皆さん。あ、うちの劇団のポスターみんな載っとるから。はい、載ってます。はい。何を自慢しよう。いや、座長は出てなかったので、僕だけちょっと出てるのでして嬉しいなと思いましてもう、私は乗らないようにしてるんですよ。もう乗らなくても座長って分かるんでね、はい、乗ってないと分かんないじゃないですかそりゃそうですね。なぜ乗らないかというとですね、今、座長の就活中でございましたですね、もう本当にあと2年したらね、カズマと未来ちゃんが座長になるんでね、私ももう座長辞めようということでね、今、就活中なんですよ、座長の。役者はね、ずっとするんですよ、動ける間。ちっこい大学に出たでしょ、立ち回り。あの子が座長になるまではちょっと見届けたいなと思いながらね、はい、この子が座長になるときはね、もう、死んで100年くらい経ったらね。やばいです。やばいですね。やばいですね。座長には多分なれないと思うんで。何が？座長には多分なれない。なれるよ、お前も劇団一人で。一人になったらいいんや。毎日見に来てください。よろしくお願いいたします。